ジャン・ヨンセイド・ブルターニュは、ブルターニュ公、ジャン・征服公、ジャン・ユーカンとも呼ばれた。ジャン・ド・モンフォールとジャンヌ・ド・フランドルの長男。ブルターニュ継承戦争中の1345年に、父が急死すると、リッチモンド・博とモンフォール・博位を継承し1364年まで、ブルターニュ公の座を、シャティ・オン家のシャルルド・ブロワと争った。オールの戦いで、 ブルターニュー・イングランド連合軍が勝利すると、1365年4月12日に、調印されたゲランド条約で、ブルターニュ公であることを認められた。以後、ジャン4世のドルーケが、ブルターニュ公位を継承していった。ジャン4世のシール1345年に、父がシャルルド・ブルワとの戦いで戦死したとき、ジャンはわずか6歳だったが、母ジャンヌド・フランドルが戦いを継続し、 勝利を収めていった。ジャンは1357年から軍事作戦に参加し、1364年にブロワクが攻撃の準備をしていることを知り、オーレを包囲した。イングランドのエドワード・クロ大使が送り込んだ援軍に助けられて敵軍を粉砕し、オーレの戦いでブロワクを廃止させた後、彼の未亡人でジャンの重視でもある女子を ジャンヌ・ド・パンティエーブルと交渉を行い、翌1365年に自らを単独のブルターニュ公であると認めさせた第一回、ゲランド条約に上院、ブルターニュ公ジャン四世となった。またこの際、ジャン四世は、フランスをシャルル五世に侵入することも定められたが、形式は、ブルターニュの独立を妨げない単純侵入とも決められ、 健身心中でないことが、両家の間の了解となった。イングランドと同盟関係にあり、継承戦争中数年の亡命期間をイングランドで過ごした、ジャン四世は、イングランド軍の支援なしに勝つことはできなかった。彼の最初の日は、エドワード黒大使の妹であり、二度目の日は、黒大使のママ子であった。また幾人かのイングランド人傭兵隊長や領主に、 要塞とその周辺の管理を委託しなければならなかった。これら外国の軍隊や悪党のイングランド領主が、公の周囲や政権、広国内に存在することを、ブルトン人貴族から非難された。加えて、ジャン四世はさらに人望を失った。ジャン四世はイングランドへの関係を深め、1372年に、イングランド王エドワード三世を主君とする、秘密条約を結んだことが、 ブルターニュ貴族に露見したからである。翌1373年に、イングランド軍がブルターニュに上陸すると、ブルターニュ貴族で、シャルル5世に仕えていたフランス王国、大元イ,イベルトラン・デュー・ゲクランとオリビエド・クリッソンが、迎撃に向かい、ブルターニュのほとんどを征服した。ジャン4世は、フランス軍に攻め込まれ、ブルトン人貴族の火星なしに守りきることができず、立場を失った。 彼は新たにイングランドに亡命せざるを得なかった。1378年12月、シャルル5世はジャン4世に対する懲罰として広告を没収し、フィリップ2世がプランタジネット町に対してしたように広告をフランス王領に併合した。だが彼の広告召し上げは非常に過酷で独立を侵されたブルトン人貴族はフランスに反乱を起こし、かつて ジャン4世と争っていたジャンヌ・ド・パンティエーブルでさえも戦闘に立って反乱に加わった。ジャン4世はイングランド軍と共に翌1379年8月にディナールに上陸し帰国、広告の支配権を取り戻した。イングランド軍は広告の再征服を行うジャン4世がそれら征服地に対して追う債務を保障するため4つの会場要塞、 戦略的要塞である十箇カ所の城を攻略した。このブルターニュ港の凱旋は伝統イエ館ルシエイチの主題となっている。ブルターニュ独立の象徴として様々な現在の芸術家が取り上げている。1380年にゲクランとシャルル5世が死ぬとフランスの勢いは弱まり、1381年4月4日にジャン4世はシャルル6世と和解し侵入する。 第2回ゲランド条約を結び、平和リーに広告を収めた。しかしジャンイ4世は、ゲクランの後を継いで、大元帥に就任したオリビエド・クリッソンと対立、1386年と1387年に、シャルル6世とクリッソンが推進したイングランド上陸作戦に、協力しなかったこと、クリッソンが、娘のマルグリットを、ジャンヌ・ド・パンティエーブルの息子ジャンイ1世とシャティオンに、 とつがせたことが重なり彼の排除を計画。1387年7月にバンヌニ議会を召集して、ブルトン人貴族を集め、クリッソンを誘い出して捕らえた。当初はクリッソンの暗殺を考えたが貴族たちの反対に相断念、クリッソンから膨大な身の白金と領土をもらう代わりに彼を釈放した。直後、クリッソンがシャルル六世に訴えたため王が紛争に介入。 ジャン四世はクリッソンと一時的には睦した。だが5年後の1392年に、再びクリッソンの暗殺を図り、ピエールド・クランを四角に差し向けた。クランは、シャルル六世の叔父の一人アンジュー・コールイ世に、仕えていたが、主君の財産を横領して追い出されると、シャルル六世の弟、オルレアン・コールイへ故障として使い直したが、終文を暴露して、 オルレアン公からも出資禁止を言い渡されていた。ジャン4世は没落の原因はクリッソンがオルレアン公をそそのかしたからだとクランを騙し、彼にクリッソンを襲わせた。しかし殺人は未遂に終わり、ブルターニュへ逃げ込んだクランを冷淡に扱う一方、彼の引き渡しを求めるシャルル6世の要求を拒絶、激怒したシャルル6世が神聖に向かうと聞いて、 イングランドへの細胞名を準備したが、遠征途中の8月に、シャルル6世が発狂して遠征が中止されたためジャン4世は、命拾いした。対する、クリッソンは、フランスの保護を受けられなくなり、孤立、1395年にジャン4世と、クリッソンは改めて和睦した。1399年、なんとで死去。長男のジャン5世が後を継いだが、彼を含む、 子供たちは幼いため、遺言で、クリスソンを、子供たちの貢献人に定めた。この後クリスソンが娘マルグリットと対立したり、ジャン四世の未亡人で、ジャン五世らの母ジャンヌド・ナバールが、イングランド王ヘンリー四世と再婚、子供たちがイングランドへ連れて行かれそうになるなど危機が続くが、いずれも、クリスソンの配慮で切り抜け、ブルターニュに泊まった子供たちは、 シャルル6世のおじの一人ブルゴーニュコフィリップ2世に引き取られ成長していった。1355年、ロンドンでメアリー・オブ・イングランドと結婚。メアリーと結婚4年目で死別すると、1366年にケントハク・トマス・ホランドとジョーン・オブ・ケントの娘ジョーン・ホランドと再婚した。上記の二人の戦災との間に子はない。 ジョーンと死別して2年後の1386年、ゲランドにて、ナバラオーカルロス2世の娘ジャンヌドナバールと再婚した。ジャン4世亡き後、幼い子供たちの領地管理者となったのは、メーヌハクギー12世ドラバルである。ありがとうございます。